平野紫耀新事務所への合流で CM 復活の可能性が浮上。ファンの期待が高まる。平野紫耀の CM 復活を期待する声が高まっている。彼が7日に滝沢秀明氏が立ち上げた新事務所、飛べ、への合流を発表してから、その勢いはますます増している。 情報番組でも平野と神宮寺雄太の合流のニュースが取り上げられ、社会現象となっている。平野のインスタグラムもその勢いを物語っており、わずか3日間でフォロワー数が290万人を突破し、すでに金プリのインスタフォロワー数を超えている。驚くべきことに、平野のフォロワーの中には、かつて彼が出演していた CM の公式インスタグラムも含まれているという。 これまでテレビで見ることがなくなった CM についても復活に期待する声が高まっているのだ。芸能関係者によれば企業はタレント個人と契約するのではなく所属事務所と契約を結ぶことが一般的である。したがって所属契約が解除されれば CM 契約も終了となるがジャニーズを退除したとしても CM 契約を結ぶことは十分にあり得る。 実際に退場した山下智久や元スマップへの草薙剛、香取慎吾なども CM に出演しており、タレントの勢いや存在感があれば平野にも CM の話が舞い込む可能性は高い。もちろん、その企業とジャニーズ事務所との関係によっても異なるだろうが、平野の人気と魅力があれば、CM 復活も十分に考えられるだろう。 平野はわずか1ヶ月半ば前にジャニーズ事務所を退所したばかりであり、今後の展開が注目される。トベトの活動や個人の活動に加えて CM 出演の可能性もあるだけに、ファンたちはさらなる平野の活躍を期待しているのだろう。平野仕様の才能と魅力は多くの人々を引きつけてきた。 彼のアイドルグループであるキンプリの人気や彼自身の個人的な魅力に加えて CM 業界でもその存在感が評価されていることは間違いない CM は企業の商品やサービスを広めるための重要なツールであり有名なタレントの起用は広告効果を高めることが期待される平野仕様が CM に復帰すれば その CM は注目を集め、多くの人々に影響を与えることだろう。ただし、CM 出演には様々な要素が関わってくる。企業との関係やイメージの一致、タレントのスケジュールなど、様々な要素が重要となる。しかし、平野仕様の人気と才能を考えると、彼が CM 業界で成功する可能性は非常に高いと言えるだろう。 ファンたちは、平野仕様の CM 復活を期待している。彼の魅力的な姿やパフォーマンスは多くの人々に愛されており、CM 業界でもその存在感が高く評価されている。ジャニーズ事務所を退除したことで新たなステージに進んだ平野仕様の今後の活躍に、ますます注目が集まっているのだ。 CM 復活が果たして実現するのか、それは今後の平野仕様の活動次第である。ファンたちは彼の新たな展開に期待を寄せつつ、彼の才能と魅力が再び CM 画面に躍り出る日を心待ちにしているのである。大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るために、ぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。 ありがとうございました。